空気でこう冷やされてね、蒸気がまた液化してしまうので、そんな、はい、水の3体状態変化の説明モデルです。酸化クラスコに水が入ってるんですけど、要はこれを加熱して液体の水を水蒸気にして、この体積がですね、こう増えている様子をですね、こう風船が膨らんでいく様子を観察して確認すると。でまたこう冷やされると体積が収縮して、風船がですね、中にこう引っ張られて、ちょっと容器の大きさが違うんですけども、引っ張られて、温度によって体積が大きくなったり、まあ、収縮したりっていうのを説明する実験。まず最初に酸化クラスコに風船をかぶせる前にですね、その体積の差が分かりやすくなるように、一度酸化クラスコを加熱してですね、水を温めておくといいと思います。こう加熱された時と冷却された時の体積の差が比較的大きく出やすいので、まあ、こういった方法、ここはボコボコとですね、沸騰させる必要はなくてですね、ちょっと温まる程度でいいと思います。まあ、風船をそのままかぶせるのではなくて、最初にフラスコの中にですね、こう空気を絞って中に入れとくと、それだけこう膨張した時と収縮した時の差が大きくなるので、最初に入れておくといいと思います。それから横からですね、たまにこう蒸気が漏れる時があるので、輪ゴムをかけておいて、まあ、保険をかけておくということになりますね。でこれをもう一回再加熱したいと思います。再加熱して温められていくと、気体になってですね、水蒸気が温められて体積が増えてきて、風船の方にこう移動していくと。あまり火を強くすると風船の方が溶けちゃったりするので、破れちゃったりするのでね、はい、こんな感じですね。これ以上膨らましても構わないんですけども、意外に思ったより膨らまなくて、まあ、空気でこう冷やされてね、蒸気がまた液化してしまうので、そんなにびっくりするほど大きくはならないと。このぐらいにしておいて、まあ、膨らんだという状態に観察してもらう。これで火を止めます。はい、それではこれをもうこう冷やされてね、どんどん蒸気が収縮していくのが分かりますね。ぎゅーっと小さくなってきますね。で風船が中に、フラスコの中に引き込まれるんですけど、まだ結構熱いのでね、そう急には変化ないんですけど、それでも結構引き込まれてきますね。こんな感じです。水にこうつけるとですね、もう少し劇的に変化が大きくなるので、水を用意しておくといいかもしれません。はい、こんな感じになりますね。温められた蒸気が膨張して、まあ、
冷やされて収縮して酸化クラスコの中にこう吹き込まれていると。引っ張られて風船が引っ張られて、風船をセットした位置が悪いと、偏っちゃったりもするんですけど、はい、はい、水の3体の変化説明モデルの紹介でした。